ザランページスペシャル。先月ですね、僕たち2月22日にラウンド&ラウンドというアルバムをリリースさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこのアルバムはですね、ザランページの可能性をぐんと広げた1枚になっているかなと思いますし、すごい特典もいっぱいございまして、ライブ映像であったりとか、ドキュメンタリーであったりとか、もうランページの昔から今を知れますっていう1枚でもあっても、うん、あったりするんですけども、ザランページのこれからの可能性を表現しますっていう1枚でもあるので、たくさんの見方とたくさんの感じ方で楽しんでいただければなと思っております。さっこ、なんかある？今回5作目なんですけど、前作は結構その、うん、光の道筋を自分たちがこう立てて、こうみんなと共に一緒にこうその光をたどって、うん、頑張っていこうって感じだったんですけど、今なんか、まあ、こう状況も少しずつ良くなってきて、改めてこうフラットになったこの状態からまた一から頑張ろうよっていう、そんな、原点回帰っていうのを込めて作ったアルバムなんで、うん、なんだろうな、その曲としてもそうですし、まあ、パフォーマンス そのライブ映像とかもそうなんですけど、かなり今まで以上に気合いの入った、アルバムになってますね。うん、まあ、ラウンド&ラウンドというアルバムのタイトルなんですけど、その意味を直訳するともう原点回帰とかぐるぐる回るとかねっていう意味があるんですけども、はい、どうです？いや、まあその今回一番その表現してるなっていうのはやっぱりメインビジュアルだと思って、うん、今までのこの4作って全部ビジュアルがなくて、そうだね、アートワークだったんですけど、うん、それを今回からメインビジュアルにして、かつその2016年ぐらいですかね、うん、デビュー前のビジュアルをオマージュして立ち位置を組んでアップデートして撮っていたりとか、うん、旗とかもかなり、そうだね、でなんかそのデビュー前の感じを思わせるというか、うん、懐かしい感じですよね。なんかその感じも今風にフィルターを通して表現しながらっていうところで、うん、視覚的にもかなり楽しんでもらえるアルバムになったなというふうに思ってます、うん、でもやっぱり僕らのこう勝負したいところっていうのはやっぱライブじゃん。いや、まあそうですね、やっぱ初めからそうですけど、僕ら結構16人っていうメンバーが多いので、16人で作り上げるっていう、まあ、気持ちが強く、初めのツアーから今のツアーに至るまでほぼほぼ16人でね、いや考えてね、ほぼそう全部、ね、そうだよね、セットリストからこう曲の順番もそうですけど、曲の構成とかどういう演出をしたいとかも含めてこう自分たちで考えてきてるので、やっぱラウンド&ラウンド、まあ、ぐるぐる回るという意味もあって、今までにないライブのエンターテインメントって考えてるんですけど、結局こう一番を皆さんに喜んでいただけるものを僕たちは用意したいなっていう思いが強いので、ぜひこの特典にございますライブ映像を見ていただけると、僕らのぐるぐる回ってるライブが必ず皆さんに喜んでいただけるようにっていう思いが伝わるようなライブになってると思いますので、ぜひその思いを感じ取っていただけたら嬉しく思います。ザランページスペシャル。そうだな、僕からいいですか？じゃあ、どうぞどうぞ。僕が何度もやってしまうことは休みの日の二度寝ですね。ああ、もうこればっかしはやめれない、やめたくてもやめれないんですよね。二度寝っていう範囲、自分的にはやめたくないのか、やめてもいいんだけどやめれない。あ、やめれない。そう、二度寝をしたら時間がもったいないとかさ、休みだからもっといろんなとこ出かけてリフレッシュしてみたいなのをしたいわけじゃん、買い物行ってとかも、はい、
で前日にいろいろ計画を練って翌朝起きたら気づいたらもうテント様傾いてますから。あ、それは結構言ってますね。結構言ってますよ。結構言ってます。結構言っちゃってるんで、やっぱそこは何度もやってしまうなって朝、はい、思いますね。なんだろうな、繰り返しやっちゃうこと。まあそれで言うとゲームなんですよ僕。僕も結構予定とか立てるんですけど、ゲームに一回手出しちゃうと、切りのいいとこでやめて、よし出かける支度して、よし出かけようってなるんですけど、なんかもう一回だけやるかってまた帰ってきちゃうっていうか、あらら、なんかそれちょっと良くないなと思いながらも、でもやっぱ面白くてちょっともう抜け出せなくなってきてる。ゲーム、ゲーム、ゲームね、面白いな。本当に面白いですよね。なんかあと1回あと1回っていうので繰り返しちゃうっていうのはあります。そうですね、僕は結構チャレンジするのが好きなタイプなので、何事もやっぱり失敗することを恐れると思うんですけども、成功を約束されてなくても成長を約束されてるって言葉が僕すごい好きで、確かにそうだなと思って、それができないかできるかなんてやってみないと分かんないわけで、やった人だからこそ分かることもいっぱいあるわけなので、なんかそこにチャレンジする価値は、その心を決めた時点で僕はすごいグッドだと思うので、 あとはもう信じる、ダメでも信じてあげるっていうのはすごい大切かなっていうのは思いますね、はい、新しいチャレンジね、本当難しいことだと思うんですけど、まあ、さっき言ってたように新しいチャレンジをしようって決めたことにまずすごいと思うんで、まあ、あとはその自分のペースでなんか焦る必要はないかなと思うので、本当ゆっくりでもいいし、なんかその自分なりのペースっていうのを徐々に見つけていって、まあ、あとはそのチャレンジする分野の先駆者ってやっぱいるじゃないですか。なんかそういうやってる人の言葉を聞くとか、そういったことで結構自分の心もこう負荷になってたところもこう取れると思いますし、まあ、そういう出会いとかも大切にしながらなんか挑戦していくとすごいいいかなと思います。まあ、もうじきライブですけども、はい、改めてどうですか、ライブの意気込みといいますか。まあ、まず感謝しないといけないのは、昨年もアリーナツアーやらせていただいて、そうだね、もう今年アリーナツアーやらせていただけるっていう、まずそこにまずちょっと嬉しさというか感謝をしておりまして、まあ、そのいつも応援してくださるレイバーズの皆さんに、まあ、その恩返しというか感謝の気持ちを伝えながら、まあでもやっぱ今年はその16っていうライブの名前がついてたり、16っていう数字を大切にしてるんで、改めてこの16人の勢いというか、そういうものもしっかり感じていただけるようなライブにしていきたいなっていうのがまず一つありますかね。まだちょっとでも決まりきってないことが多すぎて、ね、話すのも難しいですけどそうだね、でもやっぱライブって僕たちランページにとってはかなり大切なものなので、 そこにかける僕らの16人の思いであったりとか、皆さんを楽しませたい、皆さんを勇気づけたいっていう本当の僕らからの真からの願いがこもっている時間になると思いますので、ぜひ何かに悩んでる方であったりとか、こう何か一つ答えが欲しいだとか、本当明日の活力が欲しいとか、何でもいいんですけど、皆さんが思っているこうなんだろうな、ちょっとネガティブな気持ちを僕らがポジティブに変えれるように精一杯頑張りたいなと思いますので、ぜひお近くの会場で開催される時にはぜひお越しくださると嬉しく思います。またその近くの会場の情報であったりっていうのは公式の SNS の方をチェックしていただけるとすぐに出てくるかなと思いますので、はい、ザ・ランページライブツアー2023-16と調べていただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。お願いします。